悔しいんですね。はい、悔しいです。まあ、最後は予定通りに第2ヘビに抜いた感じだったんですか。一応まあそうですね、接戦になった時はあそこかなとは思ってました。まあ次ですね。そうですね、まあ次は地元でよく走っているコースなので、まあ逆って感じで、和樹と逆って感じなので、まあいい勝負をできればいいと思います。